ちいさんとの撮影はいつもこんな感じ。お疲れ様です、ちいさん。今日メガネどうします？チャレンジやります？今日はな、いきなりメガネかけてみんなのところに出るから先にメガネ開けちゃおうとちいさんが言っております。わかりました。じゃあこちらでいいですかね。うん、まあいいだろうと言っております。これでかぶってたらどうするんですか、ちいさん。その時はその時だよって言ってます。かぶってないです、ちいさん。さすがですね。これでいきなりみんなのところに出たらあれですね、みんな驚きますね。完璧です。じゃあちいさんのフレームつけときますんで、ね、準備しといていただければと思います。昼寝してる場合じゃないんです。大丈夫ですか、ちいさん。まあ、ちいさんはプロだからな、きっと大丈夫なんでしょう。いやー、でも今日道が混んでたんで、ちいさん遅れるかと思ってたんですけどね。さすがプロですね。お、準備できたかと。じゃあそろそろみんなの前に出ていくから、そっちも準備しとけよとちいさんが言っておりました。さ、始まりました。どうも、ちいさんです。と、みんな、いきなりメガネ出てきて、メガネ出てきてって、メガネじゃないですね、メガネかけて出てきてびっくりしましたか。どうも、ちいさんです。新しいメガネをねゲットしたちいさんでございます。バカ野郎と、これは違うだろうと言ってます。これは通信できないやつだろうと。怒られました。すいません。うちにあった通信できるソフトこれだけでした、ちいさん。これで2個あれば通信で遊べるんですよね。そうだと、ちいさんが言っております。それではね、こちらから、バカ野郎と、これも違うだろうと、怒られました。いつもね、こんな感じで怒られてるんです。神々です。今日もパイプドリームですね。こちらもね、通信ができるみたいでございます。パズルゲームですよね。こちらプロレス、こちらも通信できる。これは戦えそうですよね。商売、こちらも通信ができる。これはあれ、早押しができる感じかな。これは何だろう、メダロットは何だろう、なんかモンスター交換とかかな。次ですね。あ、これ潜水艦のゲームですね。これも対戦ができるんだ。桃鉄ですね。こちら4人までできるみたいですね。クレヨンしんちゃん3。これは2人プレイができるってことなのかな。確かアクションゲームじゃなかったっけ？違ったかな。忍たま乱太郎ですね。こちらも対戦かな。同時プレイなのかな。
ドクターマリオですね。こちらもできるみたいですよ。結構さ、意外とできるソフトが多いよね。これセリエで買った箱です。いいでしょ？はしゃいでおります。これをね、見せたくてね、今日も動画撮っております。さあ次です。ウルトラクイズ2ですね。こちらも早押しかな。サムライスピリッツ。これは対戦ができそうですよね。さあ次は、テトリス。これも対戦かな。次はね、どれ？シーサイドバレー。あ、これも対戦できそうですね。このソフトね、結構面白いんですよ。シーサイドバレー。ビーチバレーですよね。F1 レース。これ4人対応ですね。これはね、複数本持ってたのが確実なんで、ちょっと横に避けておきます。ウルトラクイズですね。これはまた、同じやつじゃないんで、ダメですね。テニス。こちらもできるんですね。これもなんか複数本持ってた気がする。あ、ちなみに箱付きはね、今回倉庫から出してきてないんでね。あ、ゴルフです。ですから箱付きではね、被ってるのあるかもしれないけど、裸のものだけで今回、探してきました。ゴルフ被りましたんで、これでゴルフはね、できますね。平安京エリアも対戦できるんですね。対戦なのかな？そこがちょっとわかんないけど。麻雀ですね。極みかな。これは複数本持ってないよな。北斗の拳。こちらは、なんだろう。同時プレイかな。サッカーは対戦そうだよね。意外とさ、2本持ってるソフトってあまりないんだよな。あ、ゴルフは3本目。対戦、じゃあ対局レンジかな。これ、あれですよね。五目並べ。オペレーションガンダムですね。こちらは何だろう。対戦かな。スヌーピー。これアクションゲームだったと思うんですけど、これも、通信できるみたいですね。邪魔です、ちいさん。F1 レースです。これ4人までできるんで、まあソフトが4本あってもいいですよね。とりあえず2本目。邪魔です、ちいさん。大丈夫ですか？尻尾がプリプリしてますよ。ぷよぷよ2ですね。これも対戦かな。モグラーニャ。これもね、1本しかないよな、確か。ウルトラマンクラブ。これもできるんですね。さあ、しまっていきましょう、とりあえず。なかなかさ、ダブってるソフトがないと、通信で遊ぶことができないので、なかなか難しいよね。いや、結構福袋買ってるからさ、ダブってるかなと思ってるんだけど、そんなでもないんですよね。ザ・心理ゲーム。これも通信ですね。コナミックススポーツ？まだあるのかな、倉庫に。どっち断平。とりあえずこんなに通信できるソフトが出てるということに驚いております。ベースボールキッズですね。で、役満。これはね、箱付き持ってるんで、2本あればあるというのはね、確実なんですけど。トランプコレクション。これは何だろう。2人でプレイできるって感じかな。ヨッシーのクッキーですね。これ4人までできるみたいです。4人までできるって、すごいよね。F1 レース。さあ、3本目。
これなんだ、ハイパーロードランナー。これは1個しかないな。2人で同時プレイかな。これはなんだろう、ブローディア。これ覚えてない、どんなソフトだったっけな。クニオくん、これも2人で敵に立ち向かえるのかな。ウィニングコール、こちらは対戦できそうですね。タコモンジャ、これもできるんだね。これはどういうふうに2人でやるんだろう。ポケットスタジアム、これは対戦そうですよね。ダルマンバスターズ、これ覚えてないな。ちょっと今度遊んでみよう。画廊伝説2、これは対戦できそうですね。パズニック、次がパズルボーイかな。どんなのだったっけな。ドラえもんカート、あ、これはねもう一本欲しいな。ツンツンしたら怒られました。すいません。だってなんか泣いてますよ、ちいさん。玉ねぎでも刻んだんですか。ジャンタクボーイ、これでね全部かな。倉庫の中にねあった、通信ケーブルを使って遊べるゲームはね、しゃっくりが出た。すいません。だけど被ってるのがF1 レースとゴルフだけというね。これでやるしかねえと。通信ケーブル持ってこいと。撮ります。今日もね、見てくださってありがとうございます。よかったらね、チャンネル登録、コメント、評価いただけると嬉しく思います。通信ケーブル使ってね、遊んだことないんですよ、私。だからね、楽しみでしょうがありません。それではまた会いましょう。バイバイ。